My name is Heather Vokush, and welcome to Witnessing History. Now today we are joined by Michio Hakaria, who survived the atomic bombing of Nagasaki. Hakaria-san, thank you very much for joining us. Konnichiwa. Thank you. Now, can you tell us a little bit about what your life was like before? 私は爆弾が起きる前は小学校の2年生ですから、小学生2年生の学校との生活が中心で、友達と戦争ごっこをしたり、または遊んだりというのが普通でね、それほど何もない普通の少年ですけど、ただ軍国という、そのいわゆる日本の戦争をしていますから、軍国主義としての少年でありました。続いていいですか。ずっと続けてこの話をするんですね。で、私はだからこの天皇陛下のために早く大人になって、そして立派な軍人になって、そして、国のために尽くす、そういう軍国主義の中で、育ちましたから、あと私の兄が、一番上の兄が当時海軍兵学校に行っていて、彼がこのいわゆる士官学校で、最も日本の軍人としての教育をなされていたので、それに対して憧れを持っていた、そういう記憶がありますね。You were only 8 years old at the time. What was your understanding of what this war was? 戦争は、その当時もアメリカと戦争しているわけですから、戦争は国のため、またはこの天皇陛下のために尽くす、そういうことで教育を受けてましたから、もう小さい子どもの時から迷うことなく立派な兵隊になると。で、戦争についても最も戦争末期の厳しい状態であったので、なおのこと周りも戦争一色の時代であったんですね。それがその少年時代の、よく覚えてます。で、時には学校では授業の時には、教科書の中に、軍人兵隊のあり方とか、あるいは、または戦争に対しての、その立派な兵隊になって戦うとか、そういう教育を受けた。それとその学校では、例えば、絵を描くときには軍艦を描いたり飛行機を描いたりしていた。そして、家にいる時には友達と戦争ごっこというか、戦争の真似事をして、もう毎日毎日戦争一色の過ごし方をしたように覚えています。そういうのがその当時の子どもの遊びと、それから そのいわゆる生活と学校結びついてたのね。そういう時代でした。Were children in your area evacuated to other places? はい、私も東京で小学校1年生まで東京にいました。ところが東京が東京の大空襲がある1年前に
私は、そういわゆる児童を疎開するという、その東京が、米軍の飛行機で、爆撃される、そのために子どもたちは、田舎に行ったり、または、あるいは集団で疎開する、または親戚の家に行って、行くという、そういう時代でしたから、私も父親の里が鹿児島でしたので、東京から鹿児島の方に疎開をしました。1年間ですね。そして1年後、父親が東京でやはり戦争のためにそこで仕事ができないということで、長崎の方に仕事の出張所がありましたので、その長崎に移ってきたのが1945年の4月に父親たちは転勤してきたわけです。ですから私たちはその 1年前に、鹿児島に行ってましたから、父親たちが長崎に来たので合流したんです。だから私、母親とか他の小さい兄弟と母親は、いわゆる長崎に、やってきたと。それがちょうど1945年の4月でした。そして原爆に遭うという、だから東京に行って鹿児島に行って、そして、また長崎に来るという、そういう非常にこう、戦争のために、人々はみんな、国内の人々はみんなこうそういう移動する、そういうことが多かったように思います。 I'm wondering how you got information at that time. Primarily, you know, August 6th, of course, the bomb was dropped on Hiroshima. Did you hear about that in Nagasaki? And if so, what did you hear? いや、全くないです。あの、子供だし、そういう情報は全く知りません。そして、その毎日、長崎にアメリカの B-29 が来て、爆撃がありますから。Nagasaki was selected to become target city number two. Exactly three days after Hiroshima, a B-29 set out for Nagasaki. At 10:58 the morning of August 9th, the bomb was exploded above the city, and in the towering mushroom, Japan could read its doom. This was more than a routine bombing. It was the funeral pyre of an aggressor nation. The bomb had been purposely exploded high, so that the greatest part of its radioactive material was dissipated in the stratosphere. その自分の生活をするだけで、そのもう周りの情報とか、大人も私の両親もそういうことをこうほとんどあまりこう関係がなくなるというか、もう途切れてしまうね、そういう情報も。で、子供だからなおのことそういうことは全く知らない。多分その当時の人たちはいつ自分がやられるかわからない、爆撃を受けるかわからない、そしていつ戦争が、このアメリカ軍が攻めてくるかわからない、そういう不安の中で生活しているので、そういうその情報とか、あるいは戦争がどうなっているかっていうことについてのを、もう負けているっていうのは分かるんだけど、しかし政府はあくまでも戦うと、最後まで戦うというような姿勢を見せていたと思うので、私たち、子供をはじめ人々は皆戦争では絶対に勝つし続けるんだという、それしかなかったと思います。 So I'm wondering if you can walk us through what happened that August 9th1945. What are your memories of that day? その原子爆弾がいつ落ちるなんていうことの全然わからないし、いつも通りの普通の生活で、時々アメリカの飛行機がやってきて空襲警報が鳴る、そのたんびに防空壕に入ったりすると、
で学校は夏休みな、なので、学校はない。で友達と原爆が落ちる8月9日の前の日に友達と泳ぎに川に泳ぎに行って、魚を取ろうというような約束を8日の日にしたんです。でその川が浦上川という川で、爆心地ともうほとんど近いんです。川がでその近くの川で泳ぐという約束をしたものだから、私は原爆が落ちるその時約束した通り、朝から、その川に行って泳ごうと言って家を出ようとした時に、私の母が、お前は夏休みの宿題をしていないので夏休みの宿題をしてから、泳ぎに行けというのを強く言われて仕方なく家の中で学校の宿題をしていたわけです。でその時に、11時2分に原子爆弾が落ちたと。それで家の近くに原子その爆弾が落ちたとこう思って、原子爆弾っていうのは知りませんから爆弾が落ちたと思って目の前に真っ白い光が、いわゆる光が来て、目の前が車のヘッドライトがもう間近に来たような感じで一瞬そういう目の前が真っ白になり、爆弾が落ちたというのですぐ目と耳を塞いで、そしてこう床に伏せて、そして、防空壕の方へ自分の家の中に玄関のところに、防空壕があったのでその防空壕に逃げ込んだんですね。で それがその原爆が落ちた瞬間です。そして、どういうように、爆風が来たとかまたはどんなふうにして、その周りがどういう状況だったかというのは自分が逃げるのが先なので、分からないですね。そういうことは一切分からないで逃げ込んだと、防空壕の中に逃げ込んだということです。その後防空壕から出て、この爆弾というのは爆弾が落ちてそうするとその石ころや瓦が飛んでくる。でその音がなくなると静かになるんです。シーンとなるんです。もうそれはおかしいぐらい静かになるんです。そしてだから静かになったから防空壕から出たら家の中は家具やいろいろな本とかいろいろなものが散乱してそして、爆風で飛ばされ、そして窓ガラスは吹き飛んで家の中ね、そしてガラスはナイフ状になって反対側の壁に突き刺さってナイフになって、そしてその信じられないぐらいの強い風ですから、窓とかそういう家具とかっていうのは全部飛ばされるという状況ですね。そういう状況にいて、を見たわけです。だからその後はそういう散乱した状況を見たということと家の窓から外を見たときにもう電線は垂れ下がり、瓦は吹き飛んで家の瓦は吹き飛び、それから、木や植物もこう吹き飛んだ。そういう家が倒れたり半分壊れたりというようになんか要するにすごい台風がやってきて瞬間その台風が終わって、周りをめちゃくちゃにしていったという状況ですか。 And what about the people? まず自分の家族はその時家に7人いました。
父と母、そして兄弟が5人いたんです。で、夏休み、夏で暑くて、それぞれ自分の部屋にいたわけです。で、やはりいっぺんでそういう、そのすごいショックが来ましたから、それで家族はみんな防空壕に行った時に、兄が左手にガラスの破片が刺さって、それでその血を流しながら防空壕に入ってきたのを覚えてます。で、また私もこう頭に、なんか当たってコブができたり、その母も腰を打ったと言ってました。その程度打撲傷を負ったんですが、みんなそれ以外はみんな無事でした。で、それがまあ家族の様子、無事だったということ。父は仕事場に行っていて、その仕事場がビルの中の仕事なので、オフィスの中の仕事なので、ビルは割とこうその爆風に強いんですね。だから助かったわけですね。で、人々の様子というのは、私たちはもうあくまでも外には出るなということで、もう家の中で、壊れたものとかいろいろの掃除をしながら父の帰りを待つという、そういう状況ですね。で、父の帰ってきた話の中から少しずつその原爆のいわゆる特殊爆弾と言ってました、その頃その様子を聞かされて、その状況が少しずつ分かってきたと。そういうのが、人々が例えば、このやけどで手が皮膚が垂れ下がるとか、またはこう目玉が飛び出るとか、あるいはこうやけどが ひどいやけどをしたと、そういうのはですね、私の家の 3.8 キロのところにはいないわけです。そういうこと、被害はないわけです。あくまでもそういう人たちは、その被爆中心地から1キロ以内の人たちがそういう状況であって、それ以上のところの遠いところの人たちは、まあ、そこまでの惨状はなかったと思います。だけどこれは人から聞いたり、後で本を読んだりして分かったことで、当時は何も知りません。 Six days after that, the war was declared to be over on August 15th, 1945. Did you hear information about that? Or, and if you did, what was your feeling? それがね、8月15日に、9日の日の原子爆弾が落ちた、その1週間後、まあ、6日後、15日を迎えるんですけど、その間はアメリカの飛行機はもう来ないんですね。で、だから空襲もないし、静かな状態。今までは、飛行機が飛んできて、いつも怖いという生活をしていたのが、もう それを原爆の後は静かになって、だからすごく、まあ、その私のいるところでは平和ですね。ところが、その爆弾が落ちた近辺の人たちは、もう全てそれは地獄を見ているわけで、人たちはね、まあ、そういう人たちの噂はもちろん聞いてはいるわけです。で、15日の日は、朝から重大な放送が今日ラジオであるから聞きなさいというような情報が入りました。で、それは子供の小学校2年生の子供でも分かったんです、その情報は。あ、何か今日は重要な放送があるんだなということを聞いて、何だろうかというので待っていた。で、15日が来て、その放送があった時に、天皇陛下がその終戦を宣言して、戦争終わりだということを放送をして、で、私たちは何を言ってるかわからない。だけど
後で大人の人から聞いて日本が負けたんだということをその時後で分かるわけです。それが8月15日の状態、よく覚えてます、そのことは。でとても悔しくて悔しくて、たとえ、8歳の子供であってもアメリカで戦争で負けるという、そういうのは今まで勝つ勝つとばっかり思っていたので、負けるという悔しさは忘れるものではないですね。そういうのが、まあ、その頃でした。 When was it that you began to actually see some of the devastation that had happened closer to the hypo center? And what were your feelings at that time? それはね、だいぶ時間が経ってから、だいぶ時間経ちますね、もう数ヶ月というようなぐらいに時間が経って、その原爆の近くにはもう子供は入れませんから、行くなという禁止が出て行けませんので、その大人の人たちがその怪我をしたような怪我人をどこかに運んだり、あるいはその病院に、あればそういうところに行ったりするので、大人の様子を見ながら何かすごいことがあったんだなというぐらいでしかわからないんですよね、その状況が。だけど家のね、私の家の近くで、その夜でも昼でもね、その7万人以上の人が死んだわけですから、その人たちの死体の処理を早くしないと、夏の暑い時ですから、早く火葬にするということで、火葬をしているのはよく覚えてます。その私たちの遊び場であった広場が火葬場になって、で昼も夜もそこで、死体を燃やしていると、そういうのを覚えている。そしてその近くに、やってきては何やってるのかなと思って見たり覗き込んだりする。そうするとそこに人の死体が焼けた、半分焼けたようなのがその見えたり、あるいはある時はそういうのがその破片が落ちたりということを見てね、この戦争でそのたくさんの人が死んで、そしてそういうのをそういうその仮装をしなくちゃならないんだなということしかわからないんです。そういうのを子供ながら見ながら生活して、その後の生活が続くんですね。It's perfectly natural when one goes through such a traumatic experience to not want to talk about it. And indeed many Hibakusha have chosen, you know, to keep quiet and hold these feelings inside. We are so grateful to you and to other Hibakusha who share the story with us. Here in Vienna, let us move forward courageously by concretizing our visions so that we can make the 70th anniversary of atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki the appropriate milestone to achieve our goal to prohibit and to eliminate nuclear weapons. And we survivors feel very strongly, passionately, that no other human being should ever experience what we experienced in Hiroshima and Nagasaki. At that time, only two bombs existed and was actually used. Today we have between 16 and 17,000 of them,
And each one of them is far more sophisticated, far more destructive than those crude type used on Hiroshima and Nagasaki. I was euphoric. I just couldn't contain myself. The tears started falling and I was hugging my friends around me. It was a historic moment for me. I have worked for this almost 70 years ever since I experienced atomic bombing of Hiroshima. And I thought the world finally come to feel the way I do.